これから大事なことは賃上げの流れを作っていくということであります。上げたところには減税をします。上げたいところには補助金でお手伝いします。またパート、アルバイトの時給、これが上がるように最低賃金を上げていきます。今年の春闘では 2.09%、 過去20年で上から2番目のアップ率になりました。中小企業の賃上げの率も 50.9%、半分ちょっとのところがすでに賃上げをしたという結果であります。公明党が提案していることがあります。これは働く人と経営する人で話し合うだけではなくて、経済学者、エコノミストなど専門家の第三者的な立場を入れて、ここで客観的なデータに基づいて納得づくで賃上げを決めていただく。こうすればこれからも継続的に賃上げが進んでいくと。公明党はこれからも賃上げの流れを確実に作り出してまいります。